チュクチ半島はおよそ北緯66度、整形172度にあって、アジアの北東の極地、ユーラシア大陸の最東端の半島である。チュコト半島とも言う。全域がロシア領で人口規薄、脆弱な生態系が危機にさらされているという指摘もある。ベイリンジアにおけるチュクチ半島、チュクチ半島はアジアないし、 シベリアの北東に位置するユーラシア大陸最東端の半島である。また、全域が、欠片の気候区分上のツンドラ気候に属する局地である。面積約30万平方キロメートル。東端はデジニョフ岬である。北には、チュクチ海。南には、ベーリング海及びアナデリ湾。東には、ベーリング海峡を接する。ベーリング海峡を挟んで対岸は、 アメリカ合衆国領のアラスカ州、スワード半島がある。チュクチ半島の内陸部は、チュコト高地の東端部をなす。チュコト高地は、海抜500メートルから1000メートル程度、南陸で、火山性の土壌が優勢であり、北陸でサガン、砂岩、欠岩、採石加工岩土壌が優勢である。チュクチ半島は、おおむね平坦な地勢である。ウエレンに住む人々チュクチ半島は、ロシア語では、 であるので、チュコト半島とも呼ばれる。半島全体が、ロシア共和国領であり、同国の行政上は、チュクチ自治管区に含まれる。チュクチ自治管区全体で、人口は15万5千人である。民族的には、そのうちの大部分が、ロシア人、残りの少数が、チュクチ、エスキモーのユピク族、シレニキエスキモーコリアーク人、チュバン、エベェン、 床ール人などで構成される。熟地半島の人口は面積の割には希薄で、人が集中する場所としては、ベーリング海峡に面したウェレン村や、軍港のあるプロビデニアなどがある。熟地半島の産業としては、工業と飼料などの第一次産業がある。熟地半島で採取されている鉱物資源としては、鈴、鉛、亜鉛、金、石炭がある。 宿地半島は工作に不適な土地なので第一次産業は飼料、罠漁、トナカイの牧畜、魚労である。宿地半島に人間が住み始めたのは少なくとも現代から1万年前には遡る。紀元前5000から3000年には海生哺乳類の飼料に特化した技術を持った集団の存在が確認できる。考古学的エビデンスによればユピクとしてひとまとめにできる。 人々の居住の方が、熟地として、ひとまとめにできる、人々の来住よりも先であったことが認められる。西暦900から1000年頃から1600年前後には、比較的高度な海生哺乳類の狩猟技術を有した、中レ文化が展開していた。熟地語を話す、熟地人は、伝統的には、内陸で、トナカイの遊牧を営む遊牧民と、 畜地海とベーリング海峡沿いで漁業と海生哺乳類の狩猟を営む海岸定住民の2グループからなる。トナカイ遊牧に比べて食料の獲得が不安定な海岸定住民の畜地人は時には沈黙交易を交えて遠方まで交易を行った。畜地の交易網は内陸遊牧民はもとよりアラスカのイヌイットのところにまで及んだ。いささか古い研究になるが 20世紀前半の鳥居、竜造は、熟地半島には、熟地人の比較的盛んな交易網が存在したと、論じる。19世紀の熟地人は、日本列島の古墳から出土する炭鉱を川閉じした、日本以外ではあまり見られない、タイプの鎧を身にまとっていたと報告されており、熟地の交易網は、日本製の武具も、交易の客体としており、そこには、アイヌやギリアークなど、 カムチャツカ半島民も公易の主体として参加していた。ロシア人の探検家が初めてチュクチュ半島に到達したのは17世紀前半のことである。セミョンイワノビチで事業不和1649年に小船でチュクチュ半島を開港した。ベズリコディの一例チュクチュ半島は半島全体がツンドラ気候に属するため、下記に 地類が成長する程度の植生しか見られない。内陸部では、この地類に依存する脆弱な生物多様性が危機にさらされている。ソビエート連邦時代に、ベズリコリと呼ばれる無限軌道離隊を備えた乗り物が、畜地半島に持ち込まれ、さらに、ソ連崩壊後の1998年には、軍人でない一般市民もこれに乗って、村落の外側へ出ても良いように条例が改められた。 その結果、ヘリコプターしか交通手段がないという状況こそ解消されたものの、国境警備の軍人や一般市民が別ディコディを不必要に乗り回すようになり、無限機動離隊によりツンドラ状の地位類が剥ぎ取られている。畜地半島は内陸部のみならず沿岸部も環境問題を抱えている。畜地半島は北極海航路及び北西航路沿いに位置している。 ソビエト連邦時代には、このロケーションが災いして、畜地半島の海岸沿いが、北極海航路を通る船舶のゴミ捨て場になってしまった。畜地半島の海岸戦争には、コルフォーズで使用された石油の空ドラムが、何十万本も放置されていた。ありがとうございます。